皆様と共にひたむきに北海道を前へと進めてまいります今日、札幌市内で選挙の事務所開きをした鈴木知事集まったおよそ200人の支援者に4月の知事選の勝利を誓いました。鈴木<め><し>行くぞ<し>やるぞ 知事に就任してから3年9ヶ月、先月28日の記者会見では、自身の1期目についてこう振り返っていました。8割の期間がまあ、この新型コロナウイルス対応と。まあ、様々な他の同性推進まあ、これを行っていくという形になりました。道内で新型コロナの感染者が初めて確認されてから3年が経ちます。 その後は感染の波が来るたびに緊急事態宣言などによる行動制限が求められ社会経済活動が停滞しましたコロナの影響で一時観光客が10分の1まで落ち込んだたぬき工事商店街鈴木知事の1期目の政治手腕をどのように捉えているのでしょうか 感染対策を早めにお勧めていただきましたしまたあの我々商店街をはじめとしてですねいろんなご支援もいただいておりました3年前の2月鈴木知事が出した北海道独自の緊急事態宣言道内各地に感染が広がるというピンチに対し知事は自身の判断で週末の外出自粛要請や学校の一斉休校に踏み切りました 北海道の人の命や生命を守るためにやるべきことはもう全部やると次の日には官邸で総理と面会し北海道への支援を要請こうしたコロナへの初動対応の速さは評価する一方観光政策には戦略が欠けているという声も上がりますこれかからのの成長産業って何なのか 経済を回す上でのお金を稼ぐというところの観光というのは捨ててきれないと思うんですよねインバウンド戦略であるとかこういうところももう少し深掘りをして夢のあるそして望みのある政策をぜひ出していただきたいなと思ってますコロナによる学校の一斉休校で給食がストップし消費の落ち込んだ牛乳酪農家のピンチに知事が取った行動は 牛乳チャレンジ自らが牛乳を飲み干す動画を YouTube に投稿し消費の拡大を PR イベントの中止で冷え込んだ花の消費も先頭に立って呼びかけました我々の消費拡大にもですね大変努力をしていただいたことに感謝申し上げたいと思いますし一時産業全体がですね デジタルを使って林業であり水産でありやはりこうこれからの新しい未来を作っていく部分ではあの若い知事だからこそできるものがあるというふうに思ってますね。コロナ治療の最前線からは、まあその時々で良かったり悪かったりとかいうことも当然起こってくるわけですよね。オリンピック。 オリンピックの関係で札幌でマラソンをやったような場合というのが確か記憶にはあるかと思いますけども2年前の夏に札幌で開催されたオリンピックのマラソン競歩札幌では感染者数が増加している最中でした鈴木知事は沿道での感染自粛を呼びかけましたが実際は多くの密が発生 大会が終わってからは札幌だけでなく道内全体で感染者数が増加し病床が逼迫しました。広がってきつつあった時ですけども、まあそういったことに対して、まあ、ブレーキはかけなかったと。規模をもうちょっと縮小するとか競技開催を見送るとかそういった判断もあったんじゃないかっていう印象、うん、でしょうか。まあうんあのそういったことも考えてもよかったかなとは思いますけども。 一般市民にも聞きました極端にあれって思ったことはないですね、点がないコロナの行動が早かったことくらいですかね、印象に残ってるのは、それ以外はあんまり見ないので期待もしてないですね、なんか別に給料が上がるわけでもないですし、なんか子育てとかそういうのがなんかこう、充実するわけでもないので。 HTB が昨日から今日にかけてスマホアプリでアンケートを取ったところ半数以上の人が鈴木知事の手腕を評価すると回答していて若さや情報発信力などがその理由として挙げられましたただ政治学の専門家は政策の実現力には課題が残ったと話します 自らの理念に基づいた独自政策っていうものを打ち出すことは少なかったように思いますし将来ののビジョンというのもやや曖昧なままだと思ま思われす原発の再稼働であるとかオリンピックの招致 IR の誘致そういった局面で自らの信念に基づいて決断を下せるかどうかそういったものが知事の進化が問われる。 場面になってくるんじゃないかと思います北海道知事選に出馬を表明しているのは現職の鈴木知事と岩見沢市の自営業門別義夫さんです元衆院議員の池田真紀さんは立憲民主党から出馬を要請されていてこれを受け入れて今週末にも正式に出馬を表明する見通しです知事選は来月23日告示4月9日投開票です